公安軍機兵隊公安軍とは、満州国内のモンゴル族居住地域である公安省、熱化省を含む地域を管轄した満州国軍の部隊の総称。兵員はモンゴル人によって構成されており、機兵を主力部隊としていた。1932年4月に満州国軍が成立すると、関東軍は内蒙古自治軍を満州国軍に編入する方針を決定した。 4月22日、港湾軍の軍事顧問に、斉藤強平少佐、神奈川工作隊員、生田吉五郎隊員、本間誠隊員が任命された。本間顧問は、内盲子自治軍の改編を行うとともに港湾東文章、南文章、北文章で、モンゴル人青年を選抜して、軍事訓練を施した。5月、港湾南文章に内盲子自治軍を改編した。 公安南警備軍が編成された。1933年4月、公安北文省に公安北警備軍が成立し、公安東文省に公安東警備軍が成立した。熱火作戦後、熱火省のシラム連遺北が公安西文省として分離した際に、殺到警備軍からモンゴル人編成の第四死体を満州国軍に編入させ公安西警備軍とした。 1938年3月に、これら4つの警備軍を統括して、港湾軍管区が成立し、後に第9軍管区及び第10軍管区に改編された。満州国軍の軍艦の教育、訓練は、1932年9月から中央陸軍訓練所で行われていたが、言語、習慣などの違う肝心とモンゴル人を一緒に、訓練することは困難であった。 1934年7月1日、軍政部はモンゴル人軍艦を専門に養成するため、公安軍艦学校をテイケトンの仮校舎に開設した。第1期生は72名が入校し、翌年8月1日、学校は大野病の本校舎に移転した。公安軍艦学校では、モンゴル民族の復興を趣旨とし、当初はモンゴル人唯一の高等教育機関として、 軍人の要請だけでなく、将来モンゴル人の指導者となる人材を養成することを目的として教育に当たっていた。1939年10月、陸軍公安学校に改称された。満州国軍観光委員会編、満州国軍によれば、モンゴル兵の能力として広大で目印のない草原でも道に迷うことはなく、夜間でも目的地に着くことができること、 戦闘に勇敢であること、馬術に優れ、手綱を持たずに射撃したり、長時間走り続けられるということが挙げられている。1932年9月、ホロンバイル地方で、蘇平ンが反乱を起こすと、満州国軍は、蘇平ン討伐作戦に協力、本間誠顧門の率いる公安南警備軍も参加した。1933年の熱火作戦では、 公安南警備軍司令官バトマラプタンがニコ団の兵力を率いて林西、林東方面へ進出し、関東軍の作戦を支援した。1935年以降発生した、工事工病事件やオラホドガ事件、タウラン事件などの国境紛争では公安、北警備軍が出動した。1937年7月、日中戦争が勃発し、 中国軍が熱化症国境の頂上戦に進出すると、満州国軍の港湾南警備軍ほか一部部隊にも出動要請が下された。港湾南警備軍は、ジャハル省内に前進し、日本軍の指揮下に入った。山西省では日高方面の戦闘を経て、9月13日に加藤蓮は再先方で大道を占領した。その後、山西省北部の各地を転戦し、 10月下旬に帰還した。1938年には、共産党軍の熱火症を境進出に対し、7月3日、カンジュルジャブ症将を死体長とする、監視隊が派遣された。監視隊は、祈祷地区を転戦し、12月までの間に、戦闘回数45回、交渉部門軍約5000を撃破した。1939年に、ノモンハン事件が発生すると、 ウルジン中将の指揮するカラスシカ金部隊が出動した。その後、5月に国防軍として新編成されたばかりの公安市を機関とした公安市隊が派遣された。公安市隊は7月1日、ノロコーチ攻撃を前にソ連軍の砲撃を受けたことで部隊の掌握が困難となり、戦意が低下した。その後の戦闘で市隊の被害は増え、日系軍艦の支障も 相次いだことから、指揮が乱れた一部の部隊では、離隊逃亡者が続出した。長野市隊の増援を受けて、7月10日、公安市隊は残存兵力で三角山を奪取した。7月21日の戦闘で、野村市隊長が負傷抗争され、残り300名余りとなった公安市隊は、8月2日に日本軍と守備を交代して、広報集結した。 公安死体の損害は、死傷2895名であった。1945年8月、ソ連軍が満州に侵攻すると、第9軍管区、第10軍管区とも戦闘配置につくよう命令を受けた。第9軍管区は通り、領から方展方面に交代する途中、一部部隊で反乱が発生して、日系軍艦が殺害された。 8月16日未明には司令官、カンジュルジャブ中将が逃亡し、司令官を失った第9軍艦区はその日のうちに解散した。第10軍艦区は命令を受けてシネ兵付近に前進したが、8月11日、参謀長、ジョンジュルジャブ少将による反乱で、日系軍艦29名が殺害され、その後部隊はソ連軍に投降した。 陸軍公安学校は三つの定岸に分かれて、公軍を開始したが、そのいずれも公軍途中で消息を絶った。野門反戦に参加した公安氏は、その後改編されて、第二市となり、1945年1月から西部国境方面の防衛を担当していた。ソ連進行時、第二市の兵力は一部基頭地区に出動中で、現有兵力約3000名ほどであった。 第二子は、ソ連軍撃隊の命令を受けたが、戦意を喪失した部隊の離散や反乱が発生し、8月11日に、市長は残存部隊の解散を決定した。放棄した兵士たちは東モンゴル自治政府の人民自治軍となった。1934年時、総人民3495名。団は、連隊。英は、大隊。連は中隊に相当。 1945年時、ありがとうございます。